はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。資料王ドーハスーラです。さあ、本日なんですが、表裏一体というね、カードのまた可能性を模索していこうと、思っておりましてですね、このカードを、最近のカードの中で一番気に入ってます。このカードめちゃくちゃ面白い。このカードの動きが、自分のフィールドの光属性闇属性モンスター1体リリースして、そいつと逆属性のね、同じ種族レベルのやつを出せるよと、手札で、クスタデッキからっていう効果なんですね。これデッキから出せたらマジでぶっ壊れてたなと思うんですけども、エクストラデッキからやってるんですよね、一応基本的には。で、自分のメインフェーズ墓地のこのカードを除外すると、自分の墓地の光闇モンスターをそれぞれ1体ずつ対象に、2体戻してシャッフルして1枚ドローという、ドローおまけ効果までついていると。これ非常に優秀で、今まで動画にしてきたデッキだと、例えばイッチクラフトとか、それから双剣とか、サイバー流とか、いろんな、光または闇属性のテーマと相性がいいんですけども、今回、採用しているのは楽園ですね。楽園もですね、そこそこ相性良くて、まず、どういう変身ができるかっていう話をすると、表裏一体、まずですね、ルベリオン、これは楽園融合とか、適当な融合をすると出てくると思うんですけども、ルベリオンがまずフュリアスにできます。はい。光属性闇属、闇属性の逆属性になってますんで、ルベリオンの融合召喚成功時の効果、にチェーンして表裏一体打ってフュリアスにしながら墓地のルベリオン回収して融合していくという、なんか非常に無駄のない動きができますと。でさらに、まず、ミラジェイド源流属を闇属性なので、源流属光属性である、石章、これにできます。はい、石章一応墓地からね、源流属モンスターを除外すると効果無効にできるよっていう効果あるので、一応ミラジェイドが源流属になってますね。源流属を除外してあげて、無効にするっていう効果も一応発動できます。これあんまやんないですけどね、あんまやんないと。それから今回の肝ですね、ドーハスラさん、これ今回採用してるんですけども、ビーステッドが割と減ってきたんでね、なんか環境的に、なんか割と活躍若干できるかなという話はあるんですが、ドーハスラさんが闇属性のレベル8、アンデッド。なので、光属性、レベル8のアンデッドである巨外竜フェルグラント、これに変身できるということで、楽園とはね、結構ね、ドーハスラって相性いいんですよ。これなんでかっていうと、楽園融合で、まずそもそも落とせる。ドーハスラが。または、カルテシアからの、グランギニョルで落とせる、レベル6以上の闇属性なんで。なんで、ドーハスラがまず墓地落ちやすい。で、さらに、手札に引いてる必要があるんですけども、バンシーかドーハスラを。どっちか引いてれば、ルベリオンの効果でコストとして切ってあげれば、バンシーだったらアンデッドワールドをさ発動できるし、ドーハスラであれば、次のスタンバイに特殊ができるということで、そもそも楽融合も、またはルベリオンと相性がすごくいいんですね。だからこのギミックとさらに表裏一体を掛け合わせ、動いていくというテーマに、という動きになっています。で、一応ですね、このギミックをパンパンにした結果、ちょっとティクダイアスがほとんど入っていませんのでちょっとコーコマはそこそこきついですけど、手数で頑張って乗り越えていければなと、はい、思ってます。というわけでやっていきましょう。早速表裏一体の可能性を模索委員会行くぜ。デュエルスタンバイ。あー、いいハンドなんじゃない、これ。これ割と強そうですけど、展開が全部通ればって話ですけどね。融合破片も先にこれ封印残してたな。封印残す効果発動。うららはあるかどうかがチェック生きるのが意外と痛い。あー、でかいと、痛いじゃないわ、でかいという話あるんですけども、悲劇のデスペン効果。あー、なんかね、ここでチェーンあるっていうことは、うららか、増字か、なんか封印のゴミ戦多分チェーンなかったから、なんかうららなんじゃないかな、と思うんだけど、融合破兵。はい。これね、マスターデュエルね、一応ね、ボタンオフにした方がいいね、なんか誘発持ってたら。バレるから、相手に。何を持ってるか。なんで、できれば、ボタンを切り替えて、やることが大事だと思います。で、これ無限雇用と言われても一応、なんだっけ。カルデシアでケアできてるんで大丈夫ですね。多分ね、ってことはここに打ってくるのかな。多分ウララなんだよね。で、楽園融合をぶち込んでいく。あ、ウララですね。はいはいはい。これはハカーナ持ってるんで、ハンド強くてごめんなさいと。ハンド強くてごめんなさいゲーする。はい。で、なるほど。もう誘発なしかな。結構ね、楽園デッキってのはね、ウララ1枚打たれると結構きついと。いうテーマ、別に妨害残せんだけどね、全然手札によっては。でも言うて、通った方が強いんで当たり前に。で、これで楽園竜アルビオン爆誕させていく。そして楽園竜アルビオンの効果発動。これは使わないで、ルベリオン、そうですね、これも入れませんね。
でここなんですよ。これここでね、ヒョロリ一体っていう最強のカードのね効果使いましょう。手札捨てる。さらにヒョロリ一体発動。ヒョロリ一体の効果によりフィールドのドラゴン族光属性モンスターをリリースし、エクストラルキオリ闇属性ドラゴン族モンスターを特殊召喚。あらららバレルロードフューリアスドラゴン。これかっこいいでしょこの動きで。ミラジェイター、ほい、この無駄のない動きね。おい、これ無駄ないね。これこの動きマジ無駄ないから。そして先にこっちだな。アルビオンをリリースして、ルベリオンを特殊召喚。ルベリオンが多すぎて どのルベリオンだってなるけどな、このデッキ。そして、ザ・ビーセットルベリオンの効果発動。これまだカルテシア使ってないので、ラクイン、スツラクインでいいか。スツラクインで、まあ、メルクーリエか、なんかアルビオン、クロゴリュー持ってきてみたいな動きかな。でカルテシアの効果発動。カルテシアの効果によって、これは一回グランギですね。カルテシアプラスルベリオンで融合召喚現れろ。核炎竜グランギニョル。グランギニョルかグランギニョルなのか、グランギニョルなのかグランギニョルなのか分かんないですよね、イントネーションね。これこのモンスター、まあ、グランギニョルだけはないっていうことは言えるけど。さあ、これでカルテシアちゃんが融合召喚に成功したので、メルクーリエさんを持ってできて、まあ、一応ミラジェードいるんでミリクリエで効果無効にするのが一番強いんじゃないでしょうか。まあクロゴリューで一応ね、あのなんか1枚ドローしに行くとかも全然あるんだけど。でグランギ効果 でここで最強モンスターを爆誕させていきましょう。ドーハスーラー光闇いるか。一応バンシー効果闇属性が足んねえか。これ多分闇属性足んねえな。じゃあね、この場合は、ヒョウリ一体のドロー効果はちょっと一旦使わないで置いとく感じかな。多分今のこれ2体闇属性墓地置いた方が強いんで、まあ、これエンドですね。はい。ヒョウリ一体の効果を使うかどうかは、まあ、状況と、時と場合によるといった話。で、カルテシアが回収されて、OK。で、ラクイン・リュー・アルビオンで、まあ、これは追放ですかね。まあ、何置いてもまあ結構強いんですけど、さすがに追放が一番強いという話あるんで、追放セットして OK で、一応スタンバイフェーズに最強の王資料王がね蘇ってますんで、ね、スタンバイフェーズ来い資料王ドーハスーラ特殊召喚。ちなみにあの資料王ドーハスーラさんを表裏一体すると、巨外竜フェルグラントになって相手のモンスター除外できるっていう効果も一応あります。一応そこのシナジーも今回は採用しております。はい、出ましたで、なるほどな、やるやんこれさ、鬱陶しいな、鬱陶しいな、どうすればいいんだこれ。これピアリーか。まあそうですね、止めた方があのいいのは多分リリーなんですよ。だからリリーに当てたいですね、向こうは。できれば、はい、基本的にはね、まあ、リリーの効果って言ってきたら、まあ、止めざるを得ないんだけどね。ここでなんか変身して何が変身していくか分かんないからさ、何変身していくのみたいな問題あるから、まあ、でも効果って言ってきたら、まあ、除外すればいいか。デリシャス OK、 了解。まあ、デリーも一回スルーしましょう。はいはい。で戦闘破壊できなくするのはバレルロードフュリアスドラゴン。はい、うわーコスト強、もうそのコストマジ強すぎるよ。まあそれはねさすがに、ね、無効にする。これチェーン1でよかったな。リリーはさすがに無効にするしかないっすね。これマイクレンドサーチされて世界が終わるみたいな動きあるんで、まあどっちから使っていくかなんですが、まあとりあえずメルクーリエから打ちますか。まあ、見えてる妨害メルクーリエから処理していく。はい、で、効果無効になるけど、まあ、スノーの効果が通ってるんで、スノーでサーチが入るといったところですね。スノーでスノー。いや、その動き強すぎんだよね。参戦！やばい！いや、全部強いぞ！まずい！いや、パクられたらまずいモンスターしかいねえ。盤面強すぎて、賛成の際激重で草。
ちょいやばい、マジでやばい。ちょっと全部パクられてない。ちょっと全部何パクられても結構やばい。ちょほんまに、どうしましょう。ですね、これはですね、参戦がマジでもろに効いてるんですけども、そうですね、フューリアスもパクられたら鬱陶しいし、ミラシードもパクられても鬱陶しいし、これ一回、確認流墓地送っとくのはまあまあまあありだな。マジやばいこときた。どうしよう。これからのリリー除外だもんね。でいいや、これは。でバレルロード、フィリアスドラゴンが吹き飛び、除外すんのがリリーどっか行く。で多分なんかどっちかパクられる。でミラジェイドは多分意味ないから、多分ドーハスーラーパクられて、で楽園追放でドーハスーラーを除外しながら融合するしかないね。これマジやべ、ちょっと盤面が強すぎて参戦があまりにもやばすぎることが起きた。これもう打った方がよくね。でも出てきたモンスター無効にしちゃった方がいいと思うんで、一応楽園デュアルビヨンでちょっとドーハスーラー何も仕事せんかった。ドーハスーラーただひたすらに出てきて除外しただけだった。でこことこれは核炎竜いらないか。アルビオンは一応残しといた方がワンチャンあるとかある。うーん、除外しちゃうのちょっと痛いけどね。まあでもアルビオンはまあなんだかんだ言うて置いといた方が強そうな気がするんで、ドラゴンスペリアこうしましょうか。はい、でこれ何持ってくればいいんだ。アルビオンでいいか。無効系のね効果がないんで、楽園って CB メモリー OK、 無効系 の効果がないから、ああいうね参戦とかと拮抗勝負とかめっちゃ重いんですよね。魔法トラップカードで相手の盤面に触ってくるようなカードにマジで弱くて、まあ、強いんだけど楽園って、ただそこが弱点ではある。まあ、だから弱点は明確ではあるよね。結構、まあ、無効系ないから、まあ、絶対魔法トラップ通るから、基本的に効果はね、だからその魔法トラップを通して強いカードがめちゃくちゃやばいと。今のとかもう参戦とかで何妨害減ったみたいな感じじゃない。参戦で妨害減りすぎて笑ったなんだけど、まあ、ちょっと一回リリーの効果を無効にして、でこれで下吸収できないようにしておけばまあなんとかなるとは思うんだけど、でここでまあ レベル1モンスター追加されて、まあアーゼウスみたいな動きになってくるのかなと思うんですが、リンクリボー、何？速攻魔法もうないか、もしかして。耐えた。あ、やった、速攻もないわ。なるほど、やった。これでかい、かなり。楽園流の効果によって、まあこれ失る、間違えた、副楽園とかで良さそうですけどね。赤で回収するかもないもんね。これ失楽園、副楽園で、アルビオンで断罪送って楽園後もう一回回収いらねえ。ゴミ来たー、ゴミ襲来。で副楽園の効果発動しておいて、入ってないとは思うけど一応ニビルだけケアしなきゃいけないな。で断罪送る、ワンドロー、あー表裏いったいいじゃないですか、割とこれいいっすね。で断罪効果除外して、楽園融合回収する、 OK。で、表裏一体効果発動して、これ使い終わったね、モンスター戻せんのマジ強いんすよね。これでどれがいいかな、フュリアスとかでいいか。フュリアス戻して、フュリアスもう一回出しに行くのは結構あるね。これこうだね、これもね無駄ないですよね。フュリアスで爆破して、でまたもう一回、あーなるほど、闇湯、今撃ったら世界終わるかもしれないからちょっと撃たない。やめ属性いないじゃん。で楽園融合発動で、もう一回同じ動きすればいいか。これはですね、これとこうして、で効果発動圏1で、このゴミがいらないから、捨てまして、失楽園の効果発動、意外と時間ない、意外に時間ないで、チェーン表裏一体発動リリース、でもう一回フュリアス出す。フュリアス簡単に出てくるの、ま、めっちゃでかいな。はい、おい、で失楽園効果で
ちょっと何でもいい、マジ何でもいい、これてかさ、これさ、ま、全然隠してないんだ、ルベリオで何出せんの。やばやば、なんかうんこみたいなモンスターしませんかった。ちょっといらないこれ、まあでも戦闘ダメージ倍だから強いから、戦闘ダメージ倍やからこのモンスター、あ、まあ、バトルベージでちょっと意味なかった問題あるな、これ。ルベリオンの融合、でぶん殴り、ぶん殴り、ぶん殴り、対戦ありがとうございました。いやちょっと、ね、ミラージェイド欲しい時あるんで、2枚目のミラージェイドが、そこちょっとエクスターと相談ですね。あーなるほど、まあ、悪くはなさそうですね、反応的にはそこそこの手数はまあ出る気はするけどね、これ、まあ、レベル4で、まあ、B セットも出せるし、あ、サーキュラー、なるほど、まあガンマ入ってってないと思うけど、一応ケアした方がいいかな。一応多分シグマが出てくるとは思うので、一応ちょっと一応ケアするか、多分入ってないと思うけどね、多分入ってないとは思いますけども、まあ一応ね、はい、増殖ステージぶち込んで、まあ、ケアできるガンマはした方がいいとおばあちゃんが言っていました。まあサーキュラー入ってるデッキはまあケアしなくてもいいかもしれないな。まあサイバースしか出せないっていうね縛りがトランスコロとかにあるのでね、まあ多分入ってないことが多いかなと思うんですが、まあ、とりあえず増殖するうちが通っていただけたので、まあ結構でかいですねこれは。でもう、シグマの方が使ってるとサイバースしか出せないんで、まあここでバグースから止まるとかもできないから、多分なんか妨害を用意しようと思うと、もうダランベルシアンとか行くしかないんですよね。これドローは結構できそうな気がする。でダランね、オッケーで、ダランで、ああ、いいじゃん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 、闇湯も結構強いね。でダランベルシアン効果発動して、残機加えます。でまあ多分これダイヤ、どこまで行くんだろうね、これ超会場全力芸人かな、ダイヤ召喚ね。でダイヤ効果は発動しなくいで、いったリンクか、リングリボー、あーなるほどね、まあ、これでドローを抑える、あ、ひょりいったいった、ドローを抑えるみたいな。で超会場ね、オッケー、了解しました、なるほど。いやこれ手数出るから多分マックレスな気がするけどな。まあとりあえずルベリオンの効果発動しましょう。でこれでビーステッドを許しちゃうと超会場が打てなくなるけど大丈夫ですかあ、許しちゃうんだ、あ、許しちゃうんだ、それマクラムーと効果発動したけどいいのかな、まあ、一応闇湯から発動しましょうか。まあ、ちょっとできれば増殖する G 打たれてもまあ、ワンキルできると思うけど、この反動的には。あー、なるほどね。まあ、悲劇でいっか、悲劇で悲劇効果でアルベル持ってくる、これかなり手数出るっすね。言うて破兵止められても大丈夫だし、うららがちょっとめんどくさいかなっていうところかな。まあ、破兵打つか、破兵打ちます。でカルテシア、あ、まあ、ちょ増殖するしか、いやこれキル取れそうな気するけどね。いやまあ一応関係ないと思うので、まあ結構あのデッキ誘発入ってると思うんだけど、多分入ってるとして何が一番辛いのかって話あるね。まあ、ちょっととりあえずこれ一回こうしてみる。まあ、とりあえずミラジェイド見せまして、でアルバス召喚効果発動で手札を1枚捨てます。でここでアフェクトベーラー、なるほど。いやこれ縦だったか、これアルバス、なんで俺汚れ出したんだ、これ縦だったっぽいな。超会場早く打ってくれねえかな超会場早めに、ちょっと早めで超会場ですね、まあ、とりあえずアルベル召喚します、効果発動します。これなカルテシア特殊召喚した方がええかな。いやでもまあ逃げれるから大丈夫か、別に表裏一体で。ちょっと一応ドロー枚数抑えたいんですけどね、できれば。こっちだな。
こことね、これだね。で、融合でこうだね。いや、もういい、なんかいけそう。多分これ、伊達足りるだろう。割と展開はできると思うので、いけそう気がしますね。で、アルビオン効果発動します。で、こう通ります。ルベリオン出します。いや、これさすがにカルテシア出した方がいいか。さすがにカルテシア出した方が良かった説、マジで濃厚なんだけど、ちょっとアルバス、これ、守備出しちゃったからいいや、もう。アルバスで融合するわ。で、このルベリオン。で、ルベリオン効果発動。これ一応、モンスター効果はね、なんだっけ。砦、メルクリーで無効にできてるんで、実質。まあ、あんま、大丈夫かなと思うんだけど、あとはエフェクトベーラーぐらいなんだよね、多分入ってる。ニビルとエフェクトベーラー。だと思うんですよ。だからまあニビルだけ食らわなければ多分大丈夫だと思うんで、ニビルをメルクリエで無効にして、で相手の超会場にはマグナムート当ててみたいな動きをしていけば多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども。さあ、イケフィラスからのミラージェイド、出していく。オーケー、カモン、オーケー。まあこれで多分足りてると思うんだよね。ちょっと開幕だけ打って、まあ、一応持ってきときます。なんかあんま関係ない気もしますけどね。もう召喚剣も使ってるし、なんか強撃アドリビしか持ってこれない説はあるんだけど、まあアドリビ持ってきて、いいえ、まあメインフェーズにしか使えないんでね、カルテシア君がね。で、バトルフェーズ入りますか。多分ね、これ足りてると思うんだよね。で、効果発動して、ちょっと超怪獣打たせるか。で、開幕落ちてるんで、融合モンスターの破壊耐えれるんで、で、これ超怪獣打つでしょ。もう打つしかない、相手は。で、超怪獣打つ。はい。で、もうそこか無効にして特殊召喚すると有効か。で、お前黙れって言って、マグラムート爆弾。で、ここ、まあ、わらしって言われてもメルクリやるんで大丈夫ですね。はい、 OK、 通る。よし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 、いけ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 、時間ないぞ、時間ないぞ時間がないぞ。はい、なるほど。 OKOKOK で2体でダランベルシアンしか出せない。 OK、 よし。で、楽に開幕の効果使って耐えて、で、マグナムートの効果発動して何かよくわかんない、まくり方めっちゃ下手くそだった気がしますけど、なんとなっております。で、ミラージェイドの効果発動しましょう。ミラージェイドの効果によって相手の、モンスターを、ゲームから吹き飛ばしていくスタイル。はい、 OK。 いや、一応守備表示だってこれ、守備表示モンスターで良かった説はあるが、まあでも、まあ多分勝ってるからあんま関係ないかなと思うんですけども。はい、でサーキュラー持ってきます。で、マグナムートからの、ゼロ殴る。いけいける、まあこれでいったな、これいった、これでいった。おいおいおい、なんかあるな、これ無限ホールだないや多分これ無限ホールやな、これ多分全く無意味な無限コイを引いたかな。ちょっと高校まくりが下手くそすぎたので、もうちょっと練習します。対戦ありがとうございました。うわー、ハンドドライバー60枚にしてるのにさ、ドライバーめっちゃ来るんだけど、これどういうことちょマジでさ、このモンスター来すぎなんだよ。手札に終わってんだけど、大家の神殿、激ヤバカード来た。何、割烹ベース、ちょっとやばいやばいやばい、なんかクソみたいな、よっと、きっとローさせてくれてありがとう。便乗はやばい、便乗とかいうゴミカード来た。先行書で便乗はやばいあ、で、あれですか、あ、手札捨てられるんですか、マジっすか、やった。え、マジっすか、ロックンロールなんですけど、これは、いや、アンデッドワールド晴れに行く、これなんかワンチャンアンデッドワールド晴れ張ったら相手結構詰むとかないかな。バンシー捨てます。
さあ便乗効果で2枚ドローが入る。うざすぎる、あまりにも。相手が、じゃあ便乗は相手がドローをしたときになんか自分も便乗して2枚ドローできるっていう、まあ文字通り便乗っていうカードなんですけども、まあ、とりあえずアンデッドワールドを爆発させまして、これで相手積む説ある、意外と。でさらにドーハスーラも送ることができる。これでスタンバイフェーズドーハスーラの復活を確定、来たぜ。ただ便乗が強すぎるぜ。おわ、ちょっとやべえ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 ことしてる。ちょ待って、なんかあまりにも便乗が強すぎる、便乗が強すぎる件について、やべえ、ガルダーンとかいう誰やねモンスターの効果によって表側表示のトラップカードが効果で分かせなくなっちゃった。強すぎ。ドンサウザンとの契約やばい。あーうえは、え、なんか急に負けたんだけど。